平均が、まあ、上昇方向にバンド奥だよ。で、トピックスも直近高値抜けて上昇方向にバンド奥でしょ。いよいよね、9月の25日ぐらい、今年後に反対決済したいって言うんで、このあたりまでは需給の重たさが目につくとは思うんですよ。2日と200日はゴールデンクロス組んで上がってくることを期待しながらやるってことじゃないですか。ですから 4.7% と上昇方向にバンド奥なんで、バンド奥終了際まで上がっていくパターンでしょ、ここは。皆さん、こんばんは。7月の2日夜の10時ですね。ライブ配信やりましょうか。声ガラガラなのは許してください。喉痛いです。やばいです。まあ、夕方の配信見てる方とかだったらね、喉枯れてるの分かると思うんですけど、もう、やらかしたぜって感じで。で、今日はね、ちょっとベランダからバルコニーからライブ配信してます。なので、背景がちょっと暗めなんですけど、今、沖縄の、晴れ倉に沖縄かなにお邪魔してて、ちょうど横から波の音が聞こえてるような状況です。まあそこあたりは低めで、とりあえず日本株上がってきてるんでね。うん。マーケットの分析やっていきましょうか。日経平均が、まあ上昇方向にバンド奥。うん。すっげえ上がってるからね。今。で、トピックスも直近高値抜けて上昇方向にバンド奥でしょ？うん。強いよね。まあ狙ってた通りなんで。まあまあまあ。想定内ですけど。うん。まあ、想定内っていうか、希望的観測入ってきてくれてた通りの動きになってきてくれてるから、バリュー株は嬉しいですね、素直に。上がってきてくれて。はい。高評価ボタンポチって、タマさんありがとうございます。日本株はこれほど上がる材料がないのに、上がってきた、少し戸惑っています。騙しのようにも見えますが、全体的に強めだったので、海外資金が流れ込んできたと考えるべきですかね。で、チャイナまで入ってきてるって前から言ってるじゃないですか。前からというか、この前から。はい。暑い。ちょっと汗拭きながらやる。外で配信したの失敗したかな。いけるかなと思ってからやってたけど。はい。そう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 。だから、あとは投資した別売買動向を見れたりとかじゃないですか。今週の木曜日最新のデータ出ますけど。うん。どんなデータ出てくるかですよね。はい。上がってほしいけどね。まあでもバリュー株強いので、僕の中では全然どっちでもいいってか、まあ、どっちでもいいっていうか、うん。想定通りに上がってきてくれて嬉しいなっていうふうに思いつつやってますけど。はい。買ってるか買ってないかですからね。こんな時。はい。小野薬品、ひろまるさん。小野薬？うん。銘柄コールなんぼそれ。小野薬ね。4528？ はい。2225円。で、300株保有してます。25円目と。ああ、まあ、しばらく見ましょうか。そういうことやったら。うん。ああ、ちんちゃん。要は、ね、この黄色のラインと、ボリバーの中央線が、上値の抵抗ラインとして意識されている流れの中で、重要なラインが25日だったと。で、そこと5日移動平均線がゴールデンクロス形成して、一本上抜けてきてると思うんですけど、はい。まあ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 。そうですね。切り上がってるしね。うん。逆ダイバージェンスも出てて、重要なラインが、おそらくここだったのかな？うん。で、そこ抜けてきてると。まあ、ちょっと見ながらやっていきましょうか。そういうことやったら。はい。いいと思いますよ。とりあえず目先様子見るみたいな感じでね。ただ、ケミカル系は全般的にやっぱし今の円安環境相当きついので、次の決算で、まあ、どんな数字出てくるかってところは依然として警戒なんですけどね。うん。結構戻すのに時間かかると思いつつやってもらった方がいいと思います。結局のところ、株価は業績に収斂していくんで、業績が株価に収斂するわけじゃないからね。やっぱし、結局のところ業績伴ってないと株価なんてもう上がりもしないから、そこ見ながらですよね。暑い外が、54021、日本製鉄、うん。3380円で買ってると。はい。うん。はい。1000株保有しています。9月配当月、配当なので短期値上がり目的で買いました。分析お願いします。短期値上がりだから長期で持ち越す予定はないってことですね。そういうことだったら。そういうことですね。9月までに売っちゃおうってことですね。そういう前提で話しますよ。いいんですね。3000、そこあたりで買ってなったら若干含み益がある状態の流れの中で、まあ想定通りの動きになってるのが一応ここあたりは。はいはい。目先の注意事項？短期的にどうかでしょう？
まあ、200日ライン。ここあたりポイントですよね。200日と5日移動平均線のゴールデンクロス組んできたら上の方に行きやすい可能性もあるし。うん。ハイテック株は失速ですね。ハイテック株はもうだいぶ温株化しちゃってるので、もう上がろうが下がろうが僕に立ってはどっちでもいいです。はい。何の音これ？あ、車の、カートの音が。はい。だいぶもう元本引き抜いちゃってるんで。うん。下がるのはそこまで嬉しくはないですけど、まあ別にまあ、下がっても含み益が減るだけで損失には絶対ならないからいいかなって感じですね。ハイテック株に関しては。はい。そうだね。どこまで狙うかですよね。9月まででしょ ?5401 の需給って今何ぼやったんだっけ ?5401。需給 PR10.6、PBR0.67、配当利回り 4.65。23倍で重たいんだね、少しね、やっぱ。うん、そうだよね。若干需給重ためで、結構需給重ためなんだよね。3月高値で9月なんですよ。期日が。そこを見ながらだとは思う。急落前の高値が、要はここなんで、3月の25日なんで、高値からの半年期日が、まあ大体9月の25日ぐらいなんですよね。信用取引で買った人たちは半年後に反対決済しないといけないんで、反対売買。ここあたりまでは需給の重たさがやっぱし目につくとは思うんですよ。まあ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 、とりあえずもう1日2日見て、5日と200日はゴールデンクロス組んで上がってくることを期待しながらやるって感じじゃないですかね。はい、そんな感じです。はい。AA さん、日本製鉄は需給整ってからって、そうだね。需給悪いんで戻り売り出やすいんですよね。すった金で取ってる人、今2割ぐらい下がってるから、2割ぐらいか。1割2割。はい。ピッピさん、翔さん喉大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。喉、もう、イガイガしすぎて、はい。声が思うように出ないです。まあ何度か経験してるんですけどね。こういったのって。配信してたら。はい。こんな感じだよね。日本製鉄。配当利回り高いからね。配当月に向かって上がってきやすいかどうかっていうと、来やすいんだけど、どれぐらいの幅取りに行くかですよね。ここあたりで。まあ、ちょっと様子見ながらやっていきましょうよ。ワンチャン5日と200日とゴールデンクロス組んだらさ、上の方に上がってくるかもわからんし、若干バンド気味にはなってきてるの？これ。バンド奥にはなってないのか。バンドの幅トンネルしばらく形成してるんで、ダブルボトムのネックラインの直近高値ラインを抜けて、200日と5日のゴールデンクロス形成して、上昇方向にバンド奥っていう経路が入ってくれると嬉しいねっていう、そんな感じかな。うん。はい。栗田工業お願いしますと、6370。はい。お願いします。6210円で200株、6200、ああ、おめでとうございます。10% 利益ですね。純粋装置関連で今後に期待して、あと半年くらいホールドする予定です。あと半年。まあ、様子見ながらなんじゃないですか。半年っていう風に期限を決めて、やるんじゃなくて、なんかまずい、下げパターンのやつが出てきたら切ろうかなぐらいで、やったらいいんじゃないですか。あとは、ここの決算プレイするかどうかっすよね。8月8日のね。うん。まあ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 。だ半年も好きだったら、そのままでいいんじゃないですか。長期でしょ？週足見ながら。例えば週足の MACD がデッドクロス組みそうになったらちょっと注意とか、RSI の下に抵抗ライン割れとか、こういったところ意識とか、なんで半年意識なんだろう。半年ってことは、ま、年内ってことですよね。うん。年内いっぱいは強いんじゃないかと思って、それを持っておこうと。だから大統領選のところで、年末ラリーが発生する可能性ところを視野に入れてやっていこうかなって思ってることだと思うんですけど、下がるときは、下がるのって、あまり銘柄に惚れ込まない方が、おっと、ごめんなさい。いいとは思うんですけど、6370。63。でも僕も長期の銘柄持ってるから人のこと言えないんだけどね。需給はまあそんなに整ってるね。時価総額8090億。はい。配当利回り 1.32% だけっていうのが、やっぱしここ持ってない。なので、値上がりでしょ？まあ上昇方向にバンドオクっぽくなってきてるんで、目先はバンドオク終了の際を見ていくって形でいいと思います。
で、バンドオフに発展するんだったら RSI が過熱気味のラインまで上がってくるかもしれないってところを意識してやる。っていうぐらいかな。うん。はい、それでいいと思いますよ。とりあえず目先若干バンドオフっぽくなってきてるんで、さらにそのバンドオフがさらに進行して上がってきてくれるならっていうところですね。バンドオフっぽいもんね、なんか気持ち悪い上がり方してるけどさ。はい。そんな感じですね。三菱地所、ガキ使いさん、八橋周り、三菱地所は久しぶりじゃない？分析するの。うん。お願いします。2547円で、200貨持ってます。なかなか上がらないので、しばらく行動するつもりです。なかなか上がらない。うん。需給は 8.25 倍ですね。制度信用倍率は。162万株の買いが入ってるんでしょ？売買高と比べると、そこまで大きいわけではないので、需給のしこりがあるわけではないと。PR18.4、PBR1.3 倍もそこまで入ってわけでもないし、うん。重たい。まあ、こっち系、金利が上がってるところもあるのかな、やっぱし日本のね。うん。配当利回りは少ないので、嫌がり目的なんですけど、ここで買うかどうかだよね。今はなんか買わないような感じはするけど、優先的に。なんか他の銘柄買ったりするような感じがするかな。重たいしね。うん、重たいしね。いや、直近安いところ2400円ぐらいから戻ってやるけども、こういった銘柄いっぱいあるしな。5日と25日のゴールデンクロス形成が重要です、おそらく。25日ラインで直近も頭取って下がってるから。うん。春86さん、三菱重工どこまで行くの？バンドウォークって、バンドウォークだね。強いね。15系。うん、15系強いね。はい。持ってる人おめでとうございます。安いとこで。今から行けとは言わない、言いにくいんですけど、無責任なんでね。安いとこで持ってる人は、重工なり、IHI なり、そこあたりの銘柄、カージューなり、やっぱ相当儲かってると思うんですよね。うん。伸ばしていきたいですよね。バンドウォークなんで、バンドウォーク終了サインを。見るだけかな。重工もすごいよね。IHI も直近すごい伸びて、多分ボトムで買ってる人は資産倍ぐらいにはなったんですね、今回でね。はい。強いよね。三菱地所ね。どうもみんな。どうも、パッと見て。買うか買わないか問題なんだけど。あ、配当利回りは少ないよ、ちなみに。1.69% しかない。配当利回りは。うん。マックDゴールデンクロス形成ね。ストキャが加熱気味のラインまで上がってくるかどうかなんだけど、どうなんだろう。うん。5日と25日とゴールデンクロス形成見て、入るかどうか。目先それから考えようか。そんな感じです。三菱重工は H3 ロケット打ち上げ成功したから、さらに上がるのかなって。あ、ロケット打ち上げ成功したの？へえ、そうなんだ。僕それ知らなかった。うん。重工強すぎ、自分は9300あたりで売ってもたって。あー。配当利回りが高かったらね、そのまんま放置っていうのもありなんですけどね、買ってるところのね。うん。打診かなって、本格的に上がってくるかどうかでね、ここからね。はい。25MA で抑えられるかもって。あ、この三菱地所がってことですか。そうだね。そこで頭取って下がってくるんやったらちょっと話は変わるよね。下落トレンド継続みたいな形になるんで。うん。まあそこ読みながらかな。はい。バイトビュー私の三菱 FGM605 円で買っているのでもうすぐダブルテンバーガー。ん？どういうこと？あ、そういうことね。うん。銀行でしょ？えぐいよね。銀行も上げ方ね。最近一気にまた吹き上げてきたじゃないですか。三菱 UFJ。1811円。うん。やばと思って、相当上の方行ってますよね。銀行が強いでしょ？バリューがもうちょっと上がってほしいですよね。あ、みんなどうだった？ちなみに。何？アメリカオープンって。オープンしたね。ニューヨークダウン70ドル安ですね。70ドル下落で、S&P500 も 0.3% 下げ、まあ、バンドオフ終了後のサインだから、ボリバン調整25日までなんじゃないの？一旦は。で、ナスダック、ここも 0.3% 下げ。
トックス指数も下落ね。うん。ドル円161円の50銭台でしょ？はい。で、セクター別騰落率見ましょう。GV 倍率は、下げてるけれども、依然としてグロース株優勢。アンケートに見えませんって、うん。アンケートに見えないようにしてる、今日は。はい。そっちは見えると思うのでね。GV 倍率は、下落です。で、セクター別で言うと、生活必需品下落、コミュニケーションサービスセクター下落、ヘルスケアも下落かな。で、上がってるのが情報通信に、エネルギーセクターに、一般消費財って感じか。なるほど。あとは、NVIDIA 2% 下げだね。5日と25日のデッドクロス形成が入ると、下の方に行きやすい。Apple、うん。0.05%、下落。アルファベットも下落。マイクロソフトも 0.65% 下げって感じですね。はい。ハレクラニどうですかって。ハレクラニ綺麗だし、いいっすよ。ただ、一つ言えるのは、綺麗。うん。なんだけど、想像の範囲内やった。スタッフさんの、ホスピタリティとかは、想像以上やった。そこはね、想像を超えたんだけど、で、ホテルの中身とか、もう想像を超えました。うん。ただちょっとその、なんていうのかな、うん、プールのところと、プライベートビーチのところは、想像の範囲内やった。うん。そこだけはあれやったね。はい。そこだけは、プールと海だけは、想像の範囲内やったね。だから明日のさ、ダイビングすごい楽しみなんだけどさ。そこで想像が、想像以上になるかならないかってことだから。ホテルはいいっすよ。ホテル自体はいいっすよ。すっごい。ご飯も美味しいし。うん。まあ、周りにはなんもないんすけど、ホテル一歩出るとね。やっぱし。うん。だけど、ホテル内には、やっぱし美味しいレストランいっぱいあるしさ。はい。いいんだけど、もう、まあ、プールもいいんだけどね。うん。あとは海だね。うん。想像以上、想像以下ですかって。海が、プールはいいわ。100歩譲って。プールはまあこんなもんだろうと思った。海が、まだ、僕の中の想像以上じゃないっていうか。うん。そう。海がね、ハレクラニ、沖縄のところに、確保している、まあ、ビーチがあるんだけど、そこの海は、想像ない。想像していた通りっていうか、ワンチャン想像以下。うん。ワンチャン想像以下。海はね。そこまでそのなんか綺麗な魚がいっぱい泳いでるってわけでもないし、サンゴがいっぱい綺麗か、うんぬんって言ったらまた全然違うし、なんかどこにでも、水の色はすっごい綺麗なんだけど、うん。水の色はすっごい綺麗で透明度もあるんだけど、うん。なんか想像してたのと違ったんだよね。はい。ん？だから明日のダイビング、うん。明日のダイビングしたい。ルミエに関しては。それで僕の沖縄の満足度が変わると思います。ん？叫んでますね、楽しそうって。それの声が。ああ、だってもう家族連れがいっぱいあるもん、下に。歩いてますからね。場所によりますよねって。そうっすね、場所にもよるよね、やっぱしね。いや、それは分かってるんだけど、なんか沖縄の海行ったらもうすっごいなんかその映像で想像していたものすごい海だったから、だからね、明日ダイビングで僕は期待したいです、これね。はい。まあ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 、そんな感じですわ。他の指数見るんだけど、とりあえず、NS 倍率上げてんだよね。これ嬉しいよね。日本株の優位性が高いので、今、米国株よりも。なので、やっぱりその、日本株上がりやすい、米国株以上に。上がるときは。下がるときはまた逆なんだけどさ。NS 倍率は上昇、NT 倍率は下落。ただ GV 倍率がなかなか下がんないんだよね。GV 倍率下がってきてくれたらバリュー株がもうちょい勢いづくんだけど、これがやっぱし高止まり状態なわけでしょ？これだけはちょっと物足りないかな。明日のダイビングの報告楽しみにしておきますって、楽しみにしとってください。はい。テスラ単はアナリスト20、第2クォーター、納入
台数上回ってきたのにあって。へえ、そうなんだ。テスラ昨日の晩は上がってたんだよね。確か。うん。いますけど、テスラ。ST。あった。テスラ 4.7% 上昇。219ドルか。結構上がってきたね。ここもとね。上昇方向にバンドクなんで、バンドク終了際まで上がっていくパターンでしょ、ここは。うん。ん？テスラって。テスラもね、上がってきてるからいいね。高値掴みしてる人たちもやっぱし多かったと思うから、戻ってきてよかったんじゃないんですか？うん。アサヒインテックサブさんのやつ。何？ 7747。買おうか検討しています。怖いとじゃないからやめた方がいいですかね。前一回分析して、なんかこういった動きするんじゃないよのっていう話をしてて、そこあたりの、うん、やつか。配当月も終わったんでしょ？いや、これもう三角持ち合いなんで、ここ抜けてからですね、フライングで買うのなし、これ。三角持ち合いなんで、そこ抜けてから。ここ抜けたらエントリー。ここ下回るんやったらもうなし。アンケート結果すごいってね、アンケート結果すごいよね。今日実利含み益増えた人、はいが 67%、含み益減が 11%、含み損益 18%、様子見 4% っすよ。最高じゃないか。最高じゃないか。勝率の高さっていうのは。はい。無理しないでくださいって言って、ありがとうございます。無理しないようには、なんとなく、なんとかしますね。ザワタイムねえな、ない。やらない。もうみんな高評価ボタン押しとってね。最高だね。このデータはね。ん？日経先物下げてきていますねって、下げてきてる？トピックス上がってくれたらいいですけどね。日経平均下がっても。僕の中ではね。はい。ユホホイさん、翔さんが日本に戻ったから日本の持ち株の、自分の持ち株も上げ上げって。で、みんなどんぐらい利益取れました？どんぐらい利益取れました？ちなみに。はい。僕も含み益増しまして。ですよ。はい。言うとくけど。うん。僕もね。みんなやってること一緒だからね。はい。翔さん何か我慢してますか？何か我慢してる？喉辛そうって、そうだね。終わろっか、これで。みんな。ごめん。きついわ。ちょっと頑張った。45分話したけど。咳が止まらんくなってきたので、一旦これでライブは終わりたいと思います。暑いしね、ここね、ちょっとしくりました。次回からは、中でやろうと思うので、よろしくお願いします。最後によかったらチャンネル登録と、高評価ボタン押しとってください。よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収